こんにちは、アリオです。ドラゴンクエストビルダーズ2やっていきましょう。今回は前回作ったこのレンガ倉庫の内装をやっていきます。内装は染色見本を並べていきたいと思っています。染められるものが多いので、自分なりに使えるもの、使いたいものを選別して並べていこうかな。倉庫も大きいので、それなりに行き当たりばったりじゃなくて、そう、臨機応変に対応していきましょう。早速始めていきます。まずは倉庫の形を決めてしまいましょう。砂を使って床のラインを引いていきます。あ、一個ずれた。大体こんなものかな。床の模様はこの砂に沿って描いていく、作っていこうと思います。染色見本を目立たせたいので、床はシンプルに木の床でやっていきます。後から変えてもいいからね。とりあえずデフォルトの色を並べていきます。真ん中に階段を作っていきます。絨毯の階段を染めたものを使います。染色見本を並べていきます。まずはブロックで区切ってしまいましょう。染色見本を並べます。普通に並べては面白くないので、ちょっと家具屋さん風にやっていこうかな。大きいものから順番に埋めていきます。左かな。比較できるように同じような形で並べます。まあ、同じようなっていうか左右対称。食台置いて、こっちにはまた食台と本。地面に穴を開けてライトを埋め込みます。ブロックライトをそのまま置くと今回は邪魔なので埋めてしまいます。あとはプレートか。次は床を作っていきます。染色見本倉庫ってことなので、染めたブロックをいろんな種類並べていこうかな。
これでよし。タイルの隙間にはブロックライトを8色並べます。ぴったり8マスだからちょうどいいね。2階には縦長のアイテムを並べます。ドアとかね。ここには窓を並べます。窓は染めた時思ってた色と結構違うから置いておいて損はないよね。ちょっと隙間が空いたから屋根を並べておきます。これも1マスだからちょうどいい感じかな。ここには染料を作る染料樽を並べておこうと思います。せっかくね、港にも近いから実用性の高いものも置いておきましょう。作物を飾って少し装飾していきます。いやー、機微はおかしいな。作物並べたら大体団子と救急セットと野源があるよね。もう少しライトを増やして明るくします。ちょっと暗かったかな。まだ2階が空いてるので埋めてしまいます。こっち側は外で使うベンチとかね、足場とかを置いてみます。意外と置くものないな。餌皿並べてちょっとね、数を増しておきましょう。かさ増しってやつ。最後に自分でスキャンして使う用の屋根を並べて作っておきます。5×5×5 のペンキ用のやつだね。染料増えたと言ってもやっぱり屋根もたくさん使うから、これは作っておきたいかな。よし、完成。天板並べるのは楽だな。一個つけちゃえば横につながるし。ちょっと斜めは結構大変だったな。よし、天板も完成だね。はい、お疲れ様でした。今回はレンガ倉庫の内装を作りました。またね、できたものをサクッと見ておしまいにしましょう。中は広いけどだいぶ暗くなっちゃいましたね。明かりを増やしたつもりなんだけど、そんなに明るくならなかったかな。1階部分は家具屋さんをイメージして、同じような、というかまあ同じ形の
ものを染色して並べていきました。黄色、黒、紫、ピンク、緑、赤、黄色、青、全部8色同じ形で並べてあります。違うのは作物ぐらいかな。ちょっと邪魔だね、屋根が。機械はこんな感じです。そして2階部分では1階では使わなかった素材、主に屋根だったり窓、ドアを並べてみました。染色ね、したものが並んでいます。結構染めてみないとわかんない扉とかは自分なりにも良かったかなと思います。一回ね、染めてみればどんな感じかイメージつくし、わかりやすいと思います。ちょっと空いてしまった部分には倉庫らしさをアピールしてみました。倉庫らしさを出してみました。一応ね、在庫管理の大きずしのつもりです。はい。そしてこっちの1階は本当に実用的な部分。染料を作ってできたものを中に溜めておく感じ。だいぶ染料が増えてきちゃったので色、まあ2色ごとに1つのボックスにしてみました。ライトを入れて少しね、隙間を潰してみましたが、どうかな。まあ、明るくはなったからいいかな。そして最後が、これが屋根のペンシル用だね。ペンシル用の屋根が並んでいます。自分でね、屋根を染めるときにペンシルでスキャンして住人に作ってもらえば早いですね。ペンシル何かと自分で建物を動かすのに使うから、枠を開けておきたいんだよね。よく使う屋根だけこうやって作っておきました。使うときに自分でペンシルをスキャンして住人に作ってもらいます。こんなものかな。倉庫暗くて一応ね、上天窓開けてみたんだけど、本当にちょっとしか明るくないよね。床のブロックライトがキラキラして綺麗だからそれはそれでいいかな。といった感じで今回はおしまいです。お疲れ様でした。倉庫の内装を作りました。自分の中で思い描いていたものとだいぶ違うものになりましたが、まあこれはこれでいいでしょう。満足しています。そうだな、あとは港町どうしようかな。動画ではまだ決めてないかも。本当にそろそろ公開したいからいろんなとこ埋めています。次回があるかもないかもわかんないでござる。あったらね、また動画出すんでその時よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。